強大さゆえ世界に疎まれし我が禁断の力を汝は欲するか。バトルアリーナは毎週開催。メインクエストを進めて、メインクエストでは装備品の素材クラウンを3つ取得すると推奨属性。これで終わりよ。もっと私を攻撃してくれ。もっと、もっとだ。僕が防寒具を買ってあげよう。もしタオルがはだけたら。ギリギリまで抵抗してみる。おとなしく負けを認めるんだ。おい、ジロジロ見るな。次の一撃に勝てる。いつでも行けるぞ。私が壁になろう。これが選ばれし勇者の剣だ。女神の怒り、思い知れ。どんなご褒美だ。勝つのはこの僕だ。これをこうして完成です。このスバ、推奨属性のスキルを持つメンバーを。コウマ族は日に一度爆裂魔法を打たないと死ぬんです。お姉さんが邪悪なエリス教徒から守ってあげますね。獣神が作った野菜はとっても美味しいのよ。クルシュバ、我が紅の喫茶店へようこそ。可愛いロリコはどこ。痛いけど我慢して。紅茶を用意しておきますね。ご注文をどうぞ、お兄さん。よくできました。お食事の前に入信はいかがですか。よくできました。はぁ、打っていいですか。痛いけど我慢して。隙あり。いいことしてあげる。痛いけど我慢。いたずらっ子はどこかしら。隙あり。この石鹸を召し上がれ。斬
半端ですね。このスバ。水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに編成。新しい。クルシュバ。美人カフェ店員のセシリーよ。アクシス教の敵は吊るし上げます。お客様のご注文受けたまわりました。深淵より来たれ。痛くしすぎちゃったかしら。この一撃、食らうがいい。よいしょ。お客様のご注文、受けたまわりました。はぁ、エリスの胸はバッといっ感謝します。えい、キュッ。ほら、あなたアクシス教じゃないのね。えい、いい子いい子してあげる。この石鹸を召し上がれ。水晶属性のスキルを持つメンバー。このスバ。我が紅の喫茶店へようこそ。かわいいロリコアトコ。おとなしくしてね。吹かせてやるわ。紅茶を用意しておきますね。ウェイトレスに見えますか。いばせ。エリスの胸はバット入り。お食事の前に入信はいかがですか。はあ、あら、撃っていいですか。僕がいるからにはもう大丈夫だ。ははっ、アクシス教この格好で戦うのも悪くないな。このスバ。水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに編成。新しいスト。何なりとお申し付けください。ね、
ご注文受けたまわりました。ないな。この巣場